自称築地大使のブローです。最近の築地もスクラップ&ビルドってやつで講師が多いですね。私の隣の家も更地にするってんで朝から大騒ぎです。俺は午前中働かないよと言ったのは探偵物語の工藤俊作ですが、午前中寝ているブローにとって辛い日々でございます。そんな中で作詞作曲した渾身の一曲をお聴きください。長野が生んだスーパースター、47年ぶりの関取、和歌山県庁への内定を断って相撲界に飛び込んだのさ。電波組とも今日背中に乗っかり固まる、固まる。攻撃型昆虫が苦手なんです。いいと思うよ、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 いいと思うよ。てーか、東京都港区に住む人妻さんから写真が届いたよ。この夏、花火をしていたら、娘の真帆が火を吹きました。珍しいので日刊スポーツに載せてください。とのこと、早速堅物の編集局長に掛け合ってみたところ、お前のコーナーで十分だと怒られてしまったので、仕方なくここで紹介しております。普段はとてもいい人なんですが、まあケチ臭いのがたまに傷であります。てなわけで、ケチじゃないブローから人妻さんにはあと3ヶ月しか使えない2016年ブロー特製カレンダーをプレゼントします。ほとんど病気。ジャニー。